古きを考えて楽しむテレビ漫画考古学でございますけども、えー、今回扱っておりますのはね前回から扱っておりますのは倉金章介さんが書いていた漫画を原作とする「あんみつ姫」についてでございますね。その前に扱ったてん,てん娘も倉金介さんが原作でした。で、ナショナル劇場第1作の原作となっておりましたけども今回の「あんみつ姫」最初のテレビ化はこちらでございますね。 前回はまあ、映画化について主に扱いましたけれどもえいよいよテレビになりました昭和33年ですねこちらが昭和33年12月1日の広告でございます JOKRTV、OK、新番組となってますラジオドラマになった時も JOKR、OK、でしたね TBS ラジオでしたでこちら TBS テレビのちのね、えー、倉金翔介原作安密姫 12月1日より登場毎週月曜夜7時となっておりますこのね毎週月曜夜7時ブラザーアワーです我々の時代ですとねやっぱコメットさんとかケイジ君とかやってましたけどね、えー、夜7時半になってましたその時はね同じく月曜日でしたけどもちょっと時間が繰り下がってましたけどこの頃は夜7時がブラザーアワーだったんですねブラザーアワーと言ってたかどうかわかりませんがブラザー提供の枠でございます で第1回安姫もお年頃となってますね明星連載中となってます。で前回言ったようにもともとは「少女」という雑誌で少女向けになっていた漫画だったんですけどもやっぱりその時の読者の子たちがある程度大きくなってるのを狙ったのかもしれないですね。連載雑誌が明星の方に変わってますでテレビ化されてます。で安姫が <laughs> 「お酒社長同様よろしくね」って挨拶してますけどもこの「お酒社長」というのはこの「あんみつ姫」が始まる前のブラザー提供枠の番組でした。ユーモア小説が原作なんかな多分そちらはねいわゆる「ユーモア小説」を原作としたドラマだったと思いますけどもでそれがこれの前の週まで11月の最終週まで放送されておりで12月1日から あ、三つ姫になったので、お酒社長同様よろしくね。というふうに挨拶してんですね。下には大きく提供、ブラザーミシンと出ております。ブラザー提供枠でございます。で、出演が中原操、浜田、百合子、百合、徹太宰ひさお、宰久を見中でようことなってますね。当然、中原操さ,さんがあんみつ姫役です。当時、中原操さ,さんつうと。まあシャンソン歌手の方だったわけですよ。 でシャンソン歌手で、まあ、洋風のねいつもいでたちしてドレスなんか着てねそういう風な人だったのにこうガラッとイメージ変えてですねこういう着物を着たそれも時代劇のね主役をされたっていうことでミスマッチ感覚なんですかね中原みさんっていうのは、まあ、当時世代の方ならねよくご存知だと思うんですけどもおじさんがあの中原純一さん。 女の子たちの憧れになるようなそういう、まあ、終戦直後だとね女の子たちは着るものもそんなにいいものじゃなかったんだけれどもその少女画によってね非常にきらびやかなドレスというか女の子が憧れを持って見るようなドレス姿の少女とかをよく描いていた方がおじさんだったです。それからおばさんでは 足原邦子さんもともとタカラジェンヌの方ですけども、うん、まあおばさんいわゆるおばさんの年になってからもいろんなドラマで活躍されていた方でございますね。でまあそういう芸能一家の方だからっていうのもあるんでしょうけども昭和30年にね早くもキングレコードでデビューその時には「パリのお嬢さん」という歌で、まあ、シャンソン歌手として世に出た方でテレビでもね中原純一さんと組んだりして。 まあ、いわゆるおしゃれな番組シャンソンなんかを使ったような番組とかねそういう風な番組によく出ていた方だったわけですが「で紅白歌合戦」にも昭和31年から出演されているっていう方だったわけですがなぜかこの昭和33年に来てねいきなり路線変更変更ではないんだよなこのあんみつ姫だけなんだけどうんこういう和風なものをねやられたということなんですよ。でこちらが あつひ姫が始まって間もない頃のテレビ集票の記事ですけどもね昭和33年12月18日の記事なんですけど読売新聞」のテレビ集票って「天天娘」のところで言いましたが王記者がね大体書いていてこの王さんっていうのがアルファベットの王ですね王さんっていうのがあの宮城真理子さんの結構なファンの方っていうかな宮城真理子さんを相当評価していた方ですけどもね ここでもやっぱり宮城真理子さんを評価してらっしゃる非常に面白い縁なんですけどもね、えー、そのてんてん娘をやっていた宮城真理子さん、えー、倉金正介さん原作のてんてん娘をやっていた宮城さんがこの頃マリッペ先生というねドラマをやるようになってますあのてんてん娘はナショナル劇場第一作ってことでご紹介しましたでこのマリッペ先生の方は曲が違うんです日本テレビなんですね だから、いわゆる TBS のナショナル劇場とは違うのですがそちらもやっぱりナショナル提供なんですよ。だから「天てん,てん娘で」で、えー、ナショナルの、ね、名前が売れたっていうことで松下電器さんがね「じゃあ引き続き宮城マリ子さんお願いします」ってことで、えー、今度はね日本テレビの方で視聴者を開拓しようとしたんだと思うんですけども「マリッペ先生」というものをね宮城さんがやってらっしゃる。で、ほぼ同時期に、このあんみつ姫が、 始まってるわけですよその「天々娘」と同じ原作者の倉兼章介さんが書いていた「あんみつ姫」だから新旧倉兼章介さんヒロインですね宮城さん宮城真理子さんそして中原美沙夫さんがほぼ同時期に、えー、その張,りあ張り合ってるっていうかな同じドラマをやってるということで。 こののテレビ周表でもその辺が書かれてます。え「天てん,てん娘」でもおなじみの倉兼章介の原作漫画から山下義和が脚色する「K.R. 毎月曜夜のあんみつ姫」が15日その「天んで売った宮城真理子が今度は文教上の先生になって活躍する「NTB 毎土曜夜のまりっぺ先生」が13日でいずれも3週目を迎えたと。だから 放送される曜日は月曜と土曜で違っているけれどもどちらも3回終わった時点ででの記事ってことこすだど。ほぼ同時に始まってるっていうねなかなか面白い縁なんですけど、えー、前者はあんみつ姫はねお城の大切な世継ぎゆえに自由を許されない姫の日常の一端を面白おかしく描こうとするもの。題して「あんみつ姫のボーナス」とあって姫から腰元たち一同に 下半期のボーナスとしてあんみつが支給されるまでの話だが30分間開始画面転換のキレも悪くおまけに教訓と風刺が効いていないので印象は意外に散漫小桜京子のきな粉という酒屋の娘上がりのお付きがちょ,ちょっと面白いだけで肝心の中原操の主人公は楽しさとユーモアに不足するほか 口元など妙に汚らなしく映って、その悪いところだけが拡大されてしまった感じ。子供向きであればあるほど、もっとカラッとした明るさが欲しい。なかなか厳しいんですよね。で、後者はマリッペ先生ですね。えー、須崎勝也脚本の第三集、黒いチョークになってようやく終尾を開いた形。山奥の文教場とあって、チョークもない生徒たちにマリッペ先生が 墨で描ける黒いチョークを思いついて与えるまでの美しい出来事を扱ったものだが、えー、涙を手でこするたびに先生の顔が真っ黒に染まっていくラストシーンは子どもたちの合唱と相まっていかにもマリコ・アワーの幕切れにふさわしいただこのシリーズは毎回背景や人物が一つ世界に限定されがちなのでよほど台本の中身を吟味しないと飽きられる恐れもある。 というふうに書いてありますね。まあまあでもこれ読んだ感じだとなかなかうまうまく考えた脚本だなと確かに思いますね。で宮城真理子さんのことはこの王さん非常にお気に入りなのでまあ、全体的に好意的な記事になっておりますけど。安美つひの方は出始めの頃は中原美保さんそんなにあれだったのかなハマってなかったのかもしれないですねやっぱりね、えー、着物自体が慣れてないだろうしっていう感じもあるしね。 それからテレビドラマはやってたとは思うんですけどもそういう、えー、まあ時代劇って言いますかねそういうのは初めてだったと思われるししかも当時生ドラマですからね、まあ、宮城真理子さんもそうですけど生ドラマなのでな生中じゃないんですよね。まあ、こんな感じで始まった頃は評価されていたということですね。